ツイナちゃんとは2011年に2チャンネルにおいて日本鬼子のライバルとして生み出された文化研究萌えキャラクター。ただし2019年12月以降は日本鬼子プロジェクトとは無関係のキャラクターとなっている。原作者は漫画家、イラストレーターの大辺里サ原作者により鬼っ子ハンターついなちゃんとしてボイスドラマなど独自の展開も行われている。声は 門脇舞。また、奈良県五節市にある、元山主研修の寺院、吉祥草寺などの公認キャラクターでもあり、エンローズヌの末裔として、実際に信仰対象である菩薩として祀られている。2010年11月1日に萌えキャラとしての、日本鬼子が誕生すると、それに付随する派生キャラクターも、多数生み出された。その流れの中で、 オーベリサキが以前から考えていたキャラクターを元として、日本鬼子に対抗する、鬼を退治する、存在として2011年にインターネット掲示板にて生み出された。同年2月3日には、ピクシーフで、設定画が発表された。ただし、2019年11月をもって、原作者のオーベリサキが、日本鬼子プロジェクトを離れ、日本鬼子に関係する設定は抹消された。 ついなちゃんは、アスカ時代から続く古式の節分の儀式である、ついな式のイメージキャラクターとして考え出されており、同儀式に登場する、宝称詞をモチーフとしている。型称詞、ついな式、節分、豆巻き、鬼やらいらいをキャラクター化した存在であり、同キャラの特徴である額の四つ目の赤い型正面や、技、武器や服装などに反映されている。ついなちゃんの二次創作は、 基本的には、原作者への申告なく自由に行うことが可能だが、クリエイター支援サイト、ファンティアに、登録の上ツイナちゃんへの支援を行えば正式な二次創作の権利を得られる。また、原作者により、鬼っ子ハンターツイナちゃんとして、文化研究やボイスドラマなど、独自の展開が行われており、各地の自社や企業などのコラボレーションも実施されている。 2019年11月1日には、アーソフトウェアの読み上げ用音声合成ソフトボイスロイドとして発売された。なお同ボイスロイドを利用した作品や二次創作物の配布については、他のボイスロイドと同様に同社の規定が適用される。2017年1月17日には、元山主研修の寺院、吉祥草寺において、同じく縁の恵の末裔という設定である。 奈良県で活動するご当地キャラクター、猿之恩ナと共に公認され、本堂に特大アクリルスタンドが設置された。さらに、同年11月12日には、元山修元周宗本山の正午院門関から、山伏を招き実婚の儀が行われ、不動明王のもとで修行する菩薩という扱いになり、信仰対象として祀られることになった。世界的にも珍しい。 神仏として信仰されている萌えキャラクターとなっている。鬼を退治する役目を担う14歳の少女。2月3日生まれ。父方の祖先は、初代、縁の行者の縁のオズヌ。母方の祖先は、木一方言。本名は、木更木ついなだが、通称として、薬ついなを名乗る。片昌子として、修行をしながら鬼退治の仕事をしているほか、吉祥草寺や、紅不ナイフ大寺では、 本尊の不動明王の下で、菩薩として修行している。額に黄金四つ目の赤い肩正面、ディクソンをつけ、矛と盾を持ち、高下駄を履く。髪は、特徴的にロールしたツインドリル。身長139センチメートルの痩せギス体型。アルビノであり、肌や髪は白い。肩正面や肩少子の衣装、特徴的なツインドリルなど、現代のファッションとは、 全く違った服装を身にまとっているために非常に目立つ。基本は祖父のいる関西弁を話すが、生まれは関東なので時々混ざる。好きな食べ物は鬼の生肝と豆。その他場面に応じた特殊能力を発動するが、本人は未だ修行中の身なので、上手に発動できない技も多い。術のコントロールはディクソンによってサポートされている。 2019年11月以降は公式的には無関係となっている。それ以前の作品に適用される設定。2016年8月より、コミックトラの穴のクラウドファンディングサービス、ファンティアを使用情報や各種サービスの配信サイトとして使用しており、中でもメインコンテンツとして、ボイスドラマ、おにっ子ハンターついなちゃんを毎月1回のペースで配信している。 ボイスドラマ配信の間に、門脇とゲスト声優、及び脚本担当らの解説トークコーナー、ドゥルルのコーナーが挿入される。なお、同ボイスドラマは、オトバンクの audiob.ok.jp などでも配信されているほか、各種イベントや金長神社などで CD として配布されたり、和歌山県のラジオ FM 局、FM は、仕事にてラジオ放送されたこともある。 ボイスドラマでは日本各地のご当地萌えキャラクターと共演も行っている。ファンティアの工学支援会員を収録見学に招待し、ゲスト出演を依頼することもあるほか、オリジナルキャラの声優の工房を行うこともある。各話は概ね前編と後編に分けて配信されるが、ここでは省略する。基本的に前半は無料、後半は有料となる。ついなちゃんは、いわゆる、 かわいい二次元アイドルとは別に文化人類学や民族学研究のキャラクターとしても活動している。方法師、追なし式を世に広めるため、2016年冬のコミックマーケットより、法奨誌追し式ガイドブックを毎年発行しているほか、2019年6月より、吉祥草地、紅れない不大事公認の校として、文化人類学、民族学を呼び、 ご当地キャラクター研究の講演、ついな校が不定期に実施されている。ついなちゃんは、以下の二次で、進行対象として祀られている。おにっこハンターついなちゃんに関するカテゴリー、ありがとうございます。